近畿大学の初代総長の世耕幸一先生が戦後の日本のやっぱり食糧難を救うにはやっぱりこの四方豊かな海に恵まれた日本では海を活用すべきだということで海を耕せって一大号令がかかったんですね。でそれをもとに1948年に白浜に初めて水産研究所が設立されたんです。で、まあ、我々その頃からいろんな魚種の養殖を始めまして、でやっぱり世耕幸一先生は研究はしなさい、でもお金はないぞと、じゃあ研究費は自ら稼ぎなさいという方針だったんですね。それで我々は早くからハマチであったりマダイであったりっていう魚種を養殖して、それを市場に出荷して、そこからの稼いだお金で研究を重ねていったんですね。でそうやってるうちにどんどんやっぱり世の中日本でクロマグロの漁獲量あるいはマグロの漁獲量どんどんやっぱり少なくなっていったんですよ。でそれにやっぱり危機感を感じた水産庁の方から、なんとかクロマグロあるいはマグロ類を養殖できないかということで、マグロ類養殖技術開発試験に参加してくれないかっていう誘いかけがあったんですね。でもともと我々原田先生をもとに、最後はやっぱり魚類の王様であるマグロを養殖したいねっていう思いがあったので、ちょうどそれとうまく合致して、じゃあそれに乗ろうということでこの研究を始めました。近畿大学以外に東海大学とか、それから三重県、高知、長崎、鹿児島といったような水産試験場ですね、含めて7つの研究機関が参加しました。でそのプロジェクトは1970年にスタートして、期限が3年に限られてスタートしたんですね。まあ、どんな業種でもそうなんですけど、最初養殖するには稚魚を捕まえてこないといけないんですよね。で我々としたら、じゃあどこでどんな方法でマグロの稚魚を集めれるかっていうことを、まあ、この紀南の地方で聞いて回ったわけですね。で漁師さんたちはそのマグロの稚魚の横が定置網に入るっていうのは皆さんご存知だったんですよ。でもその定置網に入った魚っていうのは、こう網をずっとこう手繰って狭くしていって絞って、最後にはもうタモですくい上げてしまうんですけど、その状態になった時にもうマグロっていうのは衝突にも弱いですし肌も弱いんで、もうその時点で死んじゃうんですね。でそれは非常に難しいと。だからそういうマグロの養殖をしたいんで稚魚を集めたいっていうお話を定置網の方なんか漁師の方なんかにお話しすると、そんなもん絶対無理だと皆さんにバカにされちゃったんですね。でもその中でたった一人なんですけども、いや俺は定置網で取れたマグロを船の生け物の中に入れて泳ぐのを見たと、もうその人のたったその一言を励みに、じゃあなんとかして取ろうということで、この串本のこの大島の定置網の船に乗せてもらって横を集め始めたんですね。でもやっぱりもちろん横は定置網に入るんですけど、行って網を上げて時点でもうほとんどが死んじゃうんですね。だそれをもう傷んだ魚を生け間に入れて生けすまで運んで もうその時点で死んでしまうっていうことで全然 できなかったんです。じゃあもう一つの手としては、カツを釣るような同じ方法で引き縄釣りっていうのがあるんですね。それで釣る方がどうも傷まないと。ただ釣り針には返しというのがあって、一旦かかった魚は外れにくいようになってますよね。それを今度外すのに、魚を手で掴んでしまうと皮膚が弱いもんですから、手の形に火傷みたいになるんですよ。じゃあこれをどうやって外そうかということで、まずは捕獲率自体は下がるんですけども、その針の返しを潰してなくしてしまえと。でそれで釣ったものを手を触らずにということで、漁師さんといろんな工夫をして、バケツに糸を一本張って、で手ぐすだけをその糸に引っ掛けてひっくり返せば魚だけはポトンと落ちるというような技術を開発したんですね。それでようやっとなんとか船の生け間に生かした状態で入れて、生けすまで運んで生けすに収容する、生かして入れることはできたんです。
ただ今度狭い生けすの中ですから、大会泳いでるマグロは壁を知らないんですよね。だからもう生けすの中の壁に当たってしまうんですよ。で当たって衝突する。その中でかろうじて生き残ったものも今度死んだ餌っていうのは彼は食べたことないですから、大会で生きたイワシなんかを食べてますから、それになかなか餌付かないということで、彼らが好むような餌をいろいろ工夫してやって餌付けすることができた、そういうふうな養殖の歴史ですね。スタートはようやっとあの横あの裁縫漁獲ができて、それを生けすの中へ生かして運ぶ、でそこで餌をやってなんとか飼育できるまでに4年かかったんですよ。ということはあの研究費自体は3年で打ち切られましたから、もうすでに他の近畿大学以外の研究機関は全てもその研究から撤退してたんですね。まずあのこの小割式養殖ですね、今はもうこれが世界中のスタンダードになってるんですけども、これはあの近畿大学の2代目の所長である原田照夫が開発したものなんですね。それからあとこの引き縄釣りによる横輪の裁縫、これはまあ返しを取ったり、それから糸を張って手で触れることなく魚を取る、そういう手法も全て今も日本のクロマグロの天然横輪の裁縫のスタンダードになってます。まあ私が近畿大学に入学したのは1974年なんですね。でもう高校というか中学生時代からもう近畿大学へ絶対行くんだっていうこと でもう入学が決まってすぐに僕はこの白浜実験場に高校3年生の時にアルバイトに来たんですよ。もうそこからずっとまあこの近畿大学の水産研究の入り浸りの人生なんですけれども、で僕は入学して近畿大学の中で潜水部、まあ、とにかく海も大好きで海の中に潜って魚を観察するというのが大好きで潜水部に入ったんですね。だから卒業論文生としてここへ来るまでに、まあ、潜水の技術はもうかなりベテランの域に入ってたんですけれども、それで1978年、ちょうど産卵、初めて産卵する前の年ですけども、卒業論文生として白浜へ来て、やっぱり僕としたら誰もしてないことを卒論のテーマにしたかったんですね。でやっぱり一番の目標はクロマグロの産卵人工孵化だったんですね。それでずっと産卵を待ったんですけれども、とうとう産まなかったんですよ。でもその間はまああの僕は潜るのが得意でしたから、この大島のマグロの養殖場や結構手伝いに来たんですよ。網ケスを交換するとかいう時には白浜からここへ来て潜る作業をしたり、でもあのマグロにはずっと親しんではいたんですけれども、そんなこともあって産卵もあったけれども産まなかったんですよ。でも仕方なく今ではまたあの新しい目標の一つになっているウナギの人工孵化再育っていうのをテーマにしたんですね。で実際のところは1979年にこの研究を始めて、まあ、9年ほど経ってますけれども、当時5歳になったマグロが初めて産卵したんですね。それが今でもあの生けすを置いてる口元の旋回漁場なんです。でそこでちょうどあの夏の水温が22度ぐらいになった時ですね、夕方になるとなんか水面でバシャ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 とマグロが暴れる、これがまあ後になってあの産卵行動だということが分かったんですけれども、その産卵行動が確認されてから卵を産みそうだということで、みんなで夕方になったら生けすへ行って、その当時はもう本当にあのちっちゃな目の細かいタモでひたすら卵を買い取ったというのを覚えてます。で、まあ、実際は私の一つ後輩がクロマグロの初めての産卵それから初期飼育をテーマに卒業論文を書いたんですね。で、まあ、初めて産卵をやっぱり確認した時でもやっぱりあの近畿大学が一丸となってそれを目標にしてましたから、まあ、もうみんな
で喜んだんですよ。であのミーティングでも先生からそういう報告があったらみんな「わあすごいやったやった」ということで、でまあ、我々としたら初めて卵を見るんで、マグロの卵ってどんな大きさなんだろうということもありましたけど、本当にあの我々がそれまで育ててたマダイとかシマイジヒラメとそれほど変わらない、あんなに大きな巨体から生まれる卵が、あの無色透明の1ミリの卵だということで、それをまた実感して、こんなものからあんなに大きくなるんだっていうのが実感しましたね。やっぱあの他の魚と違って卵が孵化してからもうすぐにちょっともう見えなくなっちゃうんですね。昨日までいたのにどこに行ったんだろうということで、まあ、わけのわからないうちに、まあ、だん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 魚は少しずつ餌を食べて大きくなるんですけども、まあ、途中からマグロ独特のその共食いっていうのが、まあ、我々その当時では目に見えて起こり出すんですね。だから大げさなことを言うと、もう向かい合うとどっちかがどっちかに飛びつくという現象が起こって、もう日に日に半分半分って減っていくんですよ。でそういうのを繰り返しながら、まあ、ある程度4センチ5センチぐらいになってきて、まあ、それまでに他の魚の生産なんかもやってましたから、次にはこういうまあ餌を試しにやってみてということで、魚肉なんかをいろいろやって、まあ、少しずつ大きくなるんですね。それでもやっぱりもう水槽自体が小さいもんですから、最後にはやっぱり40日超えてきたらどん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 衝突して数が減っていって、まあ、その頃は48日間飼育して大きさが8センチぐらいですかね、ぐらいまで育てたらもう全滅っていうのを3年間繰り返しましたね。まあ、そうやって1979年に初めて産卵を経験してから80年、それから1年飛んで82年と3年間も卵を産んでくれたんですよ。まあ、その間もやっぱり生存日数というのは48日ぐらいで全滅だったんですけれども、今度82年で最後の産卵をしてから11年間卵を全く産まない時期っていうのがあるんですね。でこの間も我々はもう1日も休むことなく、あの成熟が始まるような時期、水温になると生けすの横へ行って毎日ね観察して、試しに我々の目の前では産卵行動しなかったけど産んではないかとか調べたんですけども、とうとう産まなかったんですね。でそれはその当時、まあ、産卵しない原因っていうのはやっぱり産卵あの水温が低いんだろうというふうに考えてました。まあ、水温が低くて産卵しないんだ、あるいは成熟しないんだっていうことで、あの生けすは天然の海の上に浮かんでるもんですから、我々環境を変えてやる、水温を上げてやることはできないんですね。じゃあ何ができるかっていうことで、まあ、一つはあのホルモン、成熟ホルモンを打って成熟させようということで、あのライフルでですね、まあ、あの動物で麻酔銃を打ちますよね。それを専門家を呼んできてホルモン注射を試みたり、あるいはあのマグロを最後に釣り上げて、あの担架の中で、まあ、マグロを傷めないようにしてホルモン注射を打って放すということもしたんですけども、結局産まなかったんですね。もうやっぱりこれはどうしたことかということで、まあ、その当時の原田所長の提案っていうんですかね、やっぱりもう陸上に水槽を作ってそこへマグロを入れて水温をコントロールして卵を取ろうということで、この大島の太平洋側に土地を買ってですね、そこに陸上水槽を作って、ただそのマグロをじゃあどうやって水槽まで入れるんだということで、ちっちゃなマグロを入れたらもう水槽で何年も買わないといけないんで、やっぱり100キロも200キロもあるような親をどうやって入れようかということで考えたのがパナマ運河方式で、海上の生けすを岸壁にひっつけて、そこからマグロを魚道に追い込んでどん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 こう水位を上げていって陸上の水槽へ入れようと、そういう青写真まで作ったんですよ。それはあの結局計画倒れというか計画だけで終わってしまったんですけども、まあ、そういういろんな努力をしながらも結局卵を産んでくれない、
これはね、魚を生産する人間にとってはこれはこれほど辛いものはないんですね。卵を産んでくれない、じゃ研究もできない、何もできないんですよね。その11年間本当に辛かったです。でもいつか産んでくれるんだろうということでずっと生けすには通い詰めたんですけどね。